はい、どうもです。買い物大好き Y でございます。今日はね、お買い物をしてきました。ですね、まあ、ちょっと2箇所で買い物してきたんですけども、買ったものの紹介ですね。いや、クリスマスがもう近づいてきましたね。来週ぐらいかな、来週ぐらいもうクリスマスになっちゃいます。今のこの状態だとね、動画はいつ上がるか分かりませんけども、まあ、声優さんちょっと行ってきました。銀行にもちょっと行きたかったんで、ATM あるんでね、声優さんは近くにね。はい。こちらまず、カルビー片揚げポテトですね。はい。ニンニク、香ばしニンニク味っていうのね。コンビニにあってちょっと気にはなってたんですけど、コンビニさんはやっぱりちょっとね、お高いので、まあ、声優さん89円、税抜き89円だったんでね、ちょっと買ってみました。片揚げポテトは好きなんでね。はい、で定番の、はい、ポテチのね、フレンチサラダ味ですね。安定の美味しさです。なんかちょっとね、パッケージが細長になったんだよね。で、声優さんブランド、私大好きなね、アーモンドチョコレート。はい、これコスパいいですよ。100円でね、9個ぐらい入ってるのかな。で、今回初めてかな、声優さんのね、ブランド、サキイカ。ちょっと買ってみました。おつまみ系ね。そしてこちら、甘辛のシイカ。これ全部ね、このお墨付きのこの100円ぐらいのやつです。でね、もうクリスマスなんでね、親父ちょっとね、いい香り。クリスマスね、ケーキ作っちゃうかなと思ってさ。静岡産なんですね。紅ほっぺ。なんとね、半額どころの騒ぎじゃないんだ、これ。447円が153円だからな。もう今日食べないとダメだな。153円ですよ。税抜きですけどね。2パックあってね、そんな、いい香り。いちごって、前も言ったけどね、そんなに好きじゃないんだけど、香りが素晴らしいね、いちごの香りって。やっぱりちょこちょこ虫食ってるけどな。あ、虫食ってるじゃないよ。ちょっと傷んでは来てるんだけど、もう、半額以上だからな。もう一個ね、8個ぐらい入ってるのもあったんだけど、もう一人暮らしだしね。光の加減どうかな。なんか全然光が当たってない気がするな。ちょっと暗いかな。このイルミネーションやるのにちょっと暗めにはなってんだけど、まあ見えてくれればいいんだけどね。ちょっと見るとね、やっぱちょっとずつ傷んでるから、ちょっと食べるときに処理が必要だけど、まあ中に入れちゃうんで、いちご、いちごケーキをね、ちょっと作ろうと思って買ってきました。はい。岩手県産のね、若鶏胸肉、1キロで349円、221円引きだったんでね、1キロ349円は安いよね。3つぐらい入ってるかな、ちょっとお買い得だと思って。で、これね、いつもネスカフェ買うんですけど、声優さんのね、お墨付きのアイスコーヒーやったのよ。ベレーダ農園のアイスコーヒー無糖。これちょっとね、高いね。148円ぐらいした。ちょっと飲んでみるね。高いからいいってわけじゃないんだけど、高いのは気になるね。まあ一応ペットボトルですけど。あ、香りはいいよ。ちょっと飲んでみます。ああ。でも美味しい。なかなか美味しいわ、これ。なんかミルクとか入れるとより美味しくなりそう。これ初めて買ったけど、悪くない。まあでも 100円以下で買うものを、まあいっか。美味しいです。で、はい。声優さんのね、炭酸水。ゆずレモンジンジャー。これなかなか美味しかったのよ。57円購入してきました。
で、はい、もう一個。イロハスのやつかな。これそうだね、イロハスのブドウで、スパークリング炭酸水って書いてるんでね、ちょっと気になったんで買ってきました。こちらね、イロハスってでもちょっと甘いんだよね。あ、やっぱ加糖とか入ってるね。じゃあもうジュース感覚かな、ちょっとね。うん、まあいいかな。うわ、いちごいい香りだな。はい、そしていちごだけじゃケーキが作れないんで、これちょっとね、安かった、100円、磯めぐり、うん、黒のり巻き、黒のり巻き、ざらめ、焼きのり巻き、サラダの4種類がね入ってるそうですね。初めてだし100円ならいいかなと思って。でこちら今回はね、あ、これカットしてあるのかな、カットしてないな。何で作ろうかなと思って、ホットケーキとかそういうのが売ってたりするから、とロールケーキとかね、でそういったものを使ってケーキにしようと思ったんだけど、これね138円ぐらいだったかな。よく見るとね、ケーキを作ろう、レシピは裏面をご覧くださいってことで、これをねカットしてケーキみたいになるんだよね。でもこれ自体で440キロカロリーぐらいあるから、まあ高いんだけど、これ食べたことなかった、そういえば。うん、これでちょっとね、ケーキ、クリスマスケーキ作ろうかなと思って。でもちろんね、それにはあれが必要でしょうってことで、定番のねデザートホイップ、はい、こちらをね購入してきました。もうお手軽にね作れるんで。あとはね、この間スミレの焼きそばを買ったんで、それをね作ろうかと思って、豚こまと、キャベツね、少量パック、うん、こちらを買ってきたんで、もう豚とキャベツでね簡単な焼きそばを作っていこうかなと思っております。そして私大好きなね、思い出深いサントリーのウーロン茶、これで決まりでございます。はい、ってことでね、以上買い物紹介になりました。もういちごがすごいいい匂いです。うん、はい、ってことでね、皆さんもクリスマスね、ケーキ作ってみるのも面白いかなと思いますよ。私は早速今日作ってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイバイ。